いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、2018年9月18日に森屋が乳業より発売された森山ショコラオレ。こちらをご紹介したいと思います。口どけ滑らかなグーベルチュールミルクチョコレートを使用した濃厚で贅沢な味わいのショコラオレです。北海道産生クリームを加え、コク深い味わいに仕上げましたという商品です。そして、これ開けましょう。はい、乳飲料です。こういう風な感じですね。はい、こういう風にやってまして、まあ乳成分とこれは大豆ですね。リフレカップさんで作ってますね。で、森山乳業で発売となってます。そして、こちらカロリーは166キロカロリー。炭水化物は 22.5g となっております。はい、では開けてみたいと思います。これをね、おお、さあ普通に飲んでいきます。いただきます。うん、普通の、おお、チョコ濃厚、うん、濃厚な俺やっぱチョコレートやね。こうバレンタインの時にね、おお、あの濃厚なんで、本当にもうチョコが好きだっていう、チョコの飲み物が好きだっていう人に、でこの時期やっぱり秋冬限定ですから、やっぱ秋冬に飲みたいんですよね。秋冬に飲んで、もうバレンタインにこれを、一緒に、あのチョコと一緒に渡して、で、あ、もう濃厚と濃厚で、うん、あみたいなね。何を考えてるんでしょうね。濃厚すぎるのもありますね。さあです、うん、この北海道産の生クリームを加えたこのグーベルミルクチョコレートも使用したこの濃厚のチョコレート、濃厚すぎます。濃厚すぎるな。ぜひね、見かけたらぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。こちらですね、はい、この動画が面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、評価よろしくお願いします。関連動画も見てくれば私は喜びます。ではじゃあね。